私の新しい執務室はどうかな。情報提供者が有力な手がかりを見つけてくれたようだ。野戦病院、セントキャサリン埠頭、そしてロンドン島でスパイ活動の痕跡が見つかったのだ。こうした侵入者を止めることがどれほど重要か説明するまでもないだろう。一人がこの近くの施設で看護師になりすましているらしい。患者の血液を採取して奇妙な箱型の容器に入れ、正体不明の仲間に届けているようだ。君なら彼らが密かに落ち合っている現場を見つけられるかもしれない。今後昔の私はそなたたちの姿を見るのも嫌だった。人間が雲を嫌うのと同じように。人間はかつて来たりし者、我らイスが作り出した。我らの姿に似せ、しかし我らの持つ真の能力は与えず、過酷な労働と非常時には戦争に使うため、そなたらを監視するため大規模な観測施設と管理の道具も作った。回復力という恩恵とともに欲望という呪縛も与えた。だがそのせいで反乱が起きた。人間の今の状態は我らの責任でもある。この手のシミュレーションが暴力を軸にしているのも不思議ではあるまい。Thank you.